シャンチー、テンリングスの伝説は、マーベルコミックのキャラクター、シャンチーをベースにした、2021年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。マーベルスタジオが制作する、マーベルシネマティックユニバースの第25作目。監督は、デスティン・ダニエル・クレットン。脚本は、デスティン・ダニエル・クレットン。デビッド・キャラハムが務め、シム・リウ、オーク・ア・フィナ、メンガーちゃん・チャン。 ファラちゃんらが出演する。アベンジャーズ、エンドゲームのその後の世界。母の死後、父が率いる犯罪組織、テンリングスを離れ妹を中国大陸に残してサンフランシスコでショーンという偽名を使って暮らしていたシャンチーは捨てたと思っていた過去に立ち向かうことを余儀なくされる。シャンチー自身の設定だけでなく、シャンチーの家族は名前や設定が 原作においても風、満中の設定が活かされていた時代から大幅に変更され今作でもさらに変更されているため、シャンチーも参照。シャンチーを主人公とした実写映画化の企画はこれまでにも上がっていた。一度目はブルース・リーの息子のブランドン・リーを主演にスタン・リーが企画したものである。シャンチーは風満中の映像化という目的だけでなく、 香港等のカンフー映画の流行の影響で生まれたキャラクターでもあり、ブルース・リー主演のモエオドラゴンと同年にデビューした。二度目は、ハルクを監督したアンリーが監督に起用される予定だったもので、ハルク同様にマーベル・シネマティック・ユニバース以前の映画シリーズになる予定だった。本作の劇ともは、ジョエル・ P ・ウェストが担当し、2021年6月に、 ロンドンのアビーロードスタジオにて録音された。ウェストは、クレットンの全四作の作品でも、劇ともを担当している。サウンドトラックアルバムは二千二十一年九月一日にデジタルリリースされた。公開日である九月三日には、劇中仕様のオリジナル歌曲十二曲及び、インスパイアド楽曲六曲が収録されたアルバムがデジタルリリースされた。収録曲のうち、レジー・スーザン。 エブリーサマータイム、ランイト、インザダークの4曲は映画公開に先立ちデジタルシングルがそれぞれリリースされている。本作はウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズの配給で2021年2月12日に米国公開が予定されていた。しかし、新型コロナウイルスの影響によるブラック・ウィドウの公開延期を受けて2021年5月7日に延期となった。その後、 さらに延期となり、エターナルズと公開順を入れ替え2021年7月9日となった。9月29日、日本公開日が2021年7月9日と発表された。2021年3月24日には、再度の延期が発表され、2021年9月3日、公開となった。2021年5月。 ウォルト・ディズニー・カンパニーはディズニーを含むアメリカの大手映画会社4社がシネマコンプレックスチェーンとの間で締結した契約に基づき本作品とフリー外について公開から45日間は劇場独占としそれ以降はディズニープラスでも配信を開始することを明らかにした日本でも同様の措置が講じられるためこれにより同年1月21日に 全国工業生活衛生同業組合連合会から出された指針に従い、ブラックウィドウを含むディズニープラスプレミアアクセスの同時公開対象作品の上映を見送っていた東方シネマズや小畜、マルチプレックスシアターズ、ティジョイなど大手配給会社系列の映画館やシネマコンプレックスでは2019年6月に公開されたスパイダーマン、ファー、フロムホーム以来、 約2年ぶりに MCU 作品が上映された。北米地域では、レーバーデーの期間に公開された映画としては、歴代最高となる初週末公衆7100万ドルを記録。これは、ボックスオフィスプロの当初予想5200万ドルを大きく上回る結果となった。最終的に4日間合計で9440万ドルを記録した。 新型コロナウイルス流行化公開作品としては、初週末時点で MCU 前作のブラックウィドウに次ぐ2位の講習を記録し、9月26日には1億8680万ドルで1位となった。また、MCU で通算3作目となる公開から4週連続講習1位を記録し、米時間9月30日には、 新型コロナウイルス流行化発の公衆2億ドル突破を果たした。全世界としては公開された41カ国中すべての主要国で初週末講習1位となり1億2700万ドルを記録。10月11日には中国での公開なしで4億ドルに突入したことが明らかとなった。2021年9月21日、ディズニーは本作品を 同年11月12日からディズニープラスの見放題作品として追加することを発表した。この時点では日本でも同様の対応になるのかは発表していなかったが、日本でも同日から見放題作品の対象になることが同年10月15日にウォルトディズニージャパンから発表された。主人公のルーツにもなっている中華人民共和国では2021年9月、 現在、同国当局による上映許可が難航していると報じられた。その理由については2点推察されており、1つ目は、原作での主人公の父親が悪役である、風満中であること、2つ目は、主人公を演じている、シムリュウが過去に、カナダ放送協会とのインタビューで、中国共産党を批判していたことが挙げられている。ロットマトの評論家たちによるトマトメーターでは、 試写会時点から92%を記録。観客評価では、米時間9月8日時点で98%を獲得し、MCU としてもコミック原作作品としても最高位の記録となった。いずれの記録も公開から1ヶ月以上経過後も記録を維持している。また、シネマスコアによる観客評価は A を獲得した。3D 上映されてきた。 立体映画の三次元映像の評価も過去最高レベルになっている。ありがとうございます。